ペストで黒くなってしまった。テペストとは、ペスト菌の感染によって起きる感染症である。症状は、発熱、脱力感、頭痛などがある。症状は感染後1から7日のちほどで始まる。別名国死病は感染者の皮膚が内出血によって、四国色になることに由来する。感染ルートや臨床像によって、センペスト、ハイペスト、敗血症型ペストに分けられる。 人獣共通感染症かつ動物由来感染症である。ネズミなど月肢類を主とし、主にのみによって伝播されるほか、野生動物やペットからの直接感染や、人、人間での飛沫感染の場合もある。感染した場合、治療は抗生物質と指示療法による。致命率は非常に高く、治療した場合の死亡率は約10%だが、 治療が行われなかった場合には60%から90%に達する。英語で本来は伝染病全般を意味するプレーグが、ペストをも意味するように伝染病を代表するものと言える。世界の歴史において、古来複数回の世界的大流行が記録されており、14世紀に起きた大流行では、当時の世界人口4億5000万人の22%に、 当たる1億人が死亡したと推計されている。1894年の香港における発生時、パスツール研究所のアレクサンドル・イエルサンや日本の北里柴三郎によって、原因菌が突き止められ、有効な感染防止対策がなされ流行は減ったが、近年でもペストの感染は続いている。2004から2015年で世界で56,734名が感染し、 死亡者数は4651名である。日本の感染症法では一類感染症に指定されている。なお、一類感染症では唯一の細菌感染症である。多くの場合の潜伏期間は2から7日で、全身の倦怠感に始まって寒気がし、摂氏39度から摂氏40度の高熱が出る。その後のペスト菌の感染の仕方と症状の出方によって、 センペスト、ハイペストなどに分類されている。次のような病形に分類されている。センペストの症状のレイリンパ節が犯されるのでこの名がある。ペストの中で最も頻度の高い病形。ペストに感染したネズミから吸血したのみに刺された場合、まず刺された付近のリンパ節が腫れ、ついで脇の下や素形部のリンパ節が腫れて痛む。リンパ節はしばしば拳台にまで腫れ上がる。 ペスト菌が肝臓や脾臓でも繁殖して毒素を生産するので、その毒素によって意識が混濁して心臓が衰弱し、治療しなければ数日で死亡する。皮膚ペスト、目ペストのみに刺された皮膚や目に、ペスト菌が感染し、脳胞や海洋を作る。排血症性ペストで皮膚が黒くなってしまった足1割が、このタイプとされる。局所症状を停止ないままペスト菌が、 血液によって全身に回り、排血症を起こすと、急激なショック症状、昏睡、皮膚のあちこちに出血斑ができて、手足のエジを起こし全身が黒いあざだらけになって、死亡する。ペストの別名である、黒死病は、この排血症ペストの症状から生まれた故障である。先ペストの流行が続いた後に起こりやすいが、時に単独発生することもある。 センペストを発症している人が二次的に肺に菌が回って発病する。肺ペスト患者の咳やくしゃみによって飛散したペスト菌を吸い込んで発病する。頭痛や摂氏40度程度の発熱、下痢、気管支援や肺炎により呼吸困難、血痰を伴う肺炎となる。呼吸困難となり治療をしなければ数日で死亡する。吸血した血を蓄えたオリエンタルラットのネズミ、犬。 猫などを宿主とし、のみが媒介して、人に伝染する。ペストというのは、もともとは、月脂類に流行した病気であるので、まずネズミなどの間に流行が見られた後に、犬、猫、のみなどを介して、人に伝染して、人間社会で感染が拡大する、という経緯を辿ることが、特に多い、と考えられている。人への感染経路は、のみによる感染がント、ペットを含む、 小動物からの感染が20%となっている。ペスト菌は、ネズミなど、主に野生月肢類を感染動物とし、これを吸血するのみを媒介接続動物とする電波サイクルにより、自然界において維持されている。人がこのサイクルに入り込むことによって、ペスト菌への感染が成立する。アメリカ合衆国では野生のリス、ウサギ、プレイリードッグも感染宿主である。 猫はネズミ等を捕食するため、保菌のみに暴露され感染する。2014年にペットの犬を感染源とする人ハイペスト流行が報告された。モンゴルや中国では野生マーモットの漁師でペスト集団感染が報告されている。このように動物との接触感染が報告されているため、野生動物及びペット等の愛玩動物との過度の接触にも留意すべきである。 感染猫からの飛沫感染でハイペストを発症した例も5例の報告がある。なお、ジビエ食ではラクダの肝臓を生殖してペスト菌による咽頭炎を発症したサウジアラビアの例がある。一旦人に感染した後の人々感染の経路はペストの種類によってやや傾向が異なる。ハイペスト患者からのペスト菌を含んだ血管などは1から2メートルは飛散する。 血液、痰、リンパ節からの脳などをサンプルとして採取して検査する。適切な抗菌薬による治療が行われなかった場合、現在でも30%以上の患者が死亡し、1000ペストでの死亡率は30から60%、ハイペストの場合はさらに死亡率は高まる。これはエボラ出血熱に匹敵する。ただしペストは早期に、 適切な抗菌薬を投与すれば20%以下に抑えることが可能である。感染症指定医療機関に隔離され、株ごとに異なる、感受性のある抗生物質による治療が行われる。治療薬として、フルオロキノロン系、アミノグリコシド系もしくはテトラサイクリン系の抗菌薬が使用される。予防策として、が挙げられる。なお、有効なワクチンは存在しない。 国乱共同計画によるシステマティックレビューによればワクチンの有効性について研究できる質の医学研究は見つからなかった。詳細はペストの歴史を参照中世ヨーロッパにおけるペストの伝播。ポーランドでは被害が発生しなかった。ペストはこれまでに3度にわたる世界的流行を見ている。第二次のパンデミックは1331年に中国大陸で発生し、 中国の人口を半分に減少させる猛威を振るった後貿易ルートに沿ってヨーロッパ、中東、北アフリカに拡散しおよそ8000万人から1億人ほどが死亡したと推計されているヨーロッパでは1348年から1420年にかけて断続的に流行しヨーロッパで猛威を振るったペストは放置すると肺炎などの合併症によりほぼ全員が死亡し たとえ治療を試みたとしても、当時の未熟な医療技術では十分な効果は得られず、致命率は30%から60%に及んだ。イングランドやイタリアでは人口の8割が死亡し、全滅した町や村もあった。ペストによってもたらされた人口減は、それまでの社会構造の変化を強いられる大きな打撃を与えた。中国のペストは19世紀に再び発生。 1894年に世界的公益地だった営業を香港に飛び火したため、パンデミックを引き起こした。日本政府は北里柴三郎ら調査団を派遣し、同年6月12日に香港到着。北里は同14日にペスト菌を発見した。団員からも感染者が出たが、北里は現地に泊まり、石炭酸や石灰液による消毒が有効なことを、 突き止め、さらに患者の家に死骸が多くあったネズミが媒介していると見られることを香港政庁に伝えた。CDC による汚染地域を示す地図世界保健機関の報告によれば、1991年以降ヒトペストは増加し1996年の患者3017人、1997年には患者5419人であった。ただし、 風に報告された人のペスト患者数は、外して実際の患者数よりも少なく、実態はさらに深刻であった。汚染地域とされるのは、アフリカの山岳地帯及び、密林地帯アジア大陸東南部のヒマラヤ山脈周辺並びに、熱帯森林地帯中国、モンゴルの亜熱帯草原地域アラビア半島から、カスピ海北西部北米南西部、 ロッキー山脈周辺南米北西部のアンデス山脈周辺並びに密林地帯などである。1992から1995年に南米のペルーで流行があった。風によれば2004から2015年の感染者は56,734名で死亡者数は4,651名であった。このうち86%はマダガスカル、コンゴ民主共和国、 タンザニアなどのアフリカ諸国である。マダガスカルでは2017年にも流行し、患者2348名、死亡202例であった。2000年代ではアジアでも流行し、ベトナム、インド、ミャンマー、中国が報告されている。2011から2015年では中国5名、モンゴル5名、キルギス1名、ロシア1名。 全世界での平均発生数は依然として発生する地域的なアウトブレイクによる増減は見られるものの1998年以降大きな変化はない。日本においてペストは明治以前の発生は確認されていない。最初の報告は1896年に横浜に入港した中国人選客で同地の中国人病院で死亡した。3月29日に 横浜に上陸し、3月31日に死亡した。1899年9月、横浜沖でのアメリカ岸検疫で船倉から高熱を出している中国人船員が見つかり、横浜海港検疫所の施設に隔離して、検査したところ、ペストと判明。関東上陸は阻止された。この時、検疫官補だったのが、野口秀夫である。だが、その後、 大小の流行が複数回あった。1899年11月が最初の流行で台湾から文字港へ帰国した日本人外社員が広島で発病して死亡。その後、半月の間に神戸市内、大阪市内、浜松で発病、死者が発生した。1899年は45人のペスト患者が発生、40人が死亡した。香港で ペスト菌を発見した北里柴三郎の指導家、当局はペストのまん延防止に努めた。翌年1月15日より東京市は予防のためネズミを一匹あたり五銭で買い上げた。火葬場で焼却されたネズミの霊を供養するためのネズミ塚が1902年渋谷区の昭雲寺境内に建てられた。1901年5月29日、警視庁はペスト予防のため 屋内を除き戦速での歩行を禁止、車夫、馬邸などの裸足を厳禁した。日本によれば、10月6日横浜でペスト患者が発生し、10月30日発生地域の家屋12個を焼き払い、12月24日には東京でペスト患者が発生した。最大の流行は1905から1910年の大阪府で958名の患者が発生し、 社会的に大きな影響を与えた。この際、防石工場での患者発生が続いたことから、ペスト流行地のインドから輸入された綿花に混入したネズミが感染源というのが通説になった。1914年4月に東京でペストが流行し、年末までの死者は41人。1899年から1926年までの日本の感染例は2905名で、 死亡例2420名が報告された。1927年以降は国内感染例はない。2019年4月1日現在の日本国内における感染症指定医療機関の指定状況は特定感染症指定医療機関が4医療機関で第一種感染症指定医療機関が55医療機関である。最近学的検査法については 国立感染症研究所で定められているペストの病原体検査、診断マニュアルに従って実施する。確定診断には下記の要件が必要と考えられている。なお、実際のペスト確定にはペスト菌が培養され、その菌があらゆる検査法で陽性を示すことが必要と考えられ、実際に確定作業及びその結果に関して十分議論の上で慎重に行う必要があると、 考えられる。厚生労働省健康局結核感染症か、一類感染症への行政対応の手引き入院しているペスト患者が退院する場合には、あらかじめ病原体を保有していないことを確認する必要がある。病原体を保有していないことの確認方法は、感染症の病原体を保有していないことの確認方法についてに基づき検査を実施する。患者については、 抗菌剤の服薬中止後24時間以上経過した後に24時間以上の間隔を置いた連続2回の検査、分泌液または血液によっていずれも病原体が検出されなければ病原体を保有していないものと考えてよい。厚生労働省、感染症の病原体を保有していないことの確認方法について主な日本語訳主な日本語訳医学歴史文化 ありがとうございます。